前回のカズクラ、カズさんなんと村人移動装置を作ってみた。あ、とっても地味な作業をして吸い上げて、そして垂れ流す。あー疲れたな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー本日何日やこれ。あれ、もうそろそろカズクラやり始めてから1周年になるのか。確かね、去年の1月の8日からやったと思うんだけど、いやー1年あればね、発展するもんだな、この村もな。ん、なに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 、え、他にすげえ人いる。いや、気のせいだよ、気のせい。うん、あとね、化け物みたいな人と比べないでくれ。カズクラはカズクラだ。さてですね、本日も質問届いてるみたいなので早速読んでみます。カズさんってなんで毎回スライムブロック使ってるんですか。あー、いい質問だね、これですね。いきますよ。どう、音がね、気持ちいいでしょ。いやいやいや、違いますよ、本当の理由はね、素手でも簡単にね、こうやって簡単に壊せる方、ただそれだけでございます。ただね、最近音の気持ちよさにはね、ハマってる傾向はある。そんで他にはね、カズさん生配信しないの。はい、このカズクラですね、生配信はですね、今んとこ考えておりません。っていうのがね、ただだだん長い動画になっちゃうんですよ。いつもね、撮影時間は30分から50分の間ね。それがね、なんと薄さ、いや違う、薄さじゃないな、この大ボリュームの内容で10分になってしまうんです。つまりね、40分間引いてる感じだからね、そのまんま流すと、うん、そうですよ、結構無音あるんですよ。編集でなんとかしてるだけなんでございます。ではね、おやすみ。あー、そしてですね、丁寧な視聴者さんからご連絡ありました。誠にありがとうございます。いやー、それが何なのかというとね、ちょっとこっちの方行ってみましょう。クイ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 と、こちらこちらこちら、これ読み方がね、なんとも分かんなかったんだけど、ありがとうございます。こう読むみたいです。手を洗うとこは手水や、長座やって言います。なるほどな、これからな、長座やって呼ぼう。うな、長座やで、手を洗って、口をゆすいで、言えねえわ。ではね、早速本日も行ってみましょうっていうかね、ほら、なんかね、ロマンができてるでしょ、ロマンが。そうなんですよ。本日は、村人をこの村に戻す日でございます。では早速ね、ちょっと行ってみましょうか。うまいこと流れるとは思うんですけどね。あ、ほんでね、脱走してる子がいたので、捕まえておきました。さあ行きましょう行きましょう。こっちの方なんだけどな、待て待てな、まだなんか変なもんがね、いっぱいついてんなこれ。あ、いたこちらでございますね。うな、早速ですね、ちょっと行ってみましょう。ほんであとはこっから水を流すだけ。さあじゃんじゃん行ってください。じゃんじゃん皆さん行ってください。あ、行きましたね。おお、流れてるよ。あれ止まってないか、あれ。ちょっと待って待って、何が起きた。あ、なるほどね。これ私が悪かった。ちょっと一旦戻って。危な。ここら辺全然じゃん。やり忘れってことだね。行ってる。あ、残りはうまくいっておりますね。ここまでちゃんと見届けましょう。さあ、来なさい。スタバの駐車場にダイブでございます。よいしょ。よいしょ、完璧。ちなみにあなたたちは、あなたは武器鍛冶屋さんか。さっきの方は、あなたも武器屋さん？茶色の人が、あと一人どこなんだろうね。いろいろ脱走しちゃってね。わかんないんだ。ま、いっか。ちょっと輸送しますね、あなたの方は。よいしょ。まずあなたを輸送します。よし、来ました。さあ、行きましょう。あ、ダメ、出るのダメ。あ、危ねえ。一発、ピッと、よーし、行ってらっしゃい。いいんですよ、お礼なんて。いいんです。今度、いいボングちょうだいな。では、早速行きますよ。時間がね、刻々と経過していっております。でございますね。あ、はい。な、あなたにはですね、2列目を担当してもらえますかね。高さ的にはここになるのかな。あ、ここだね。1段あるだけだわ、1段。
さあ行きましょう。いいね。では小さな家をですね建てていきたいなと思います。ほんと簡単なの建てこうかな。これえい。はあ、結構使うのね。とりあえず扉つけてこよう。いろいろ。まずい。これも村の平和を守るため。いやまずまずまずい。ここまで来たんなら家出ねよ。おやすみ。はあ、よく寝た。さあでは早速作業の方戻りましょう。今日は忙しいんだからな。こういう時ってね、あの撮影時間がねどんどんの。うおーおーおー、あれ、まだまだ内側に出ることがあるのか。いや、外側か。あっはっはっは。我が村の装備は完璧なんだよ。さあ行くぜ行くぜ。よーし、できた。いや、窓ぐらいつけようか。よいしょ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 。さあこんなとこで完成でございますね。ただですね、これじゃダメらしいんです。そうです。本日はですね、踏んだら、ご飯の出るやつちゃんと作っていきたいなと思います。いやー、ほんとね、こういうの重要だわ。どうやって作るといいんだろうな。ただね、ギミックプロなら多分わかるはずだ。ちょっとテストしよう。テスト、多分いろいろめんどくさいんだとは思うんだ。基本的にはこれこうして、で多分これで伝える系だとは思うんだけども、こっからね、コンパレーターで、こういうことかな。こうだよね、多分ね。ここまでは来たね。多分たったこれだけでさ、チカチカ光る回路の出来上がり。こうか。うん、できたできたできた。完璧、天才か。あとはこんでいけんのかな。どうなんだろう。えい。うん、いかねえよな。あ、わかったわかった。こうして、こうだ。これこれこれ、この形な。どうだ。あー、これだとなんか固定になっちゃうんだ。あー、こう繋がっちゃってるもんな。こうだこうだこうだ。どうだろう、こんで。あ、来てる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 。これはね、リピーターじゃないとダメだと思うんだ、確かね。あ、いけるわ。あ、完璧だね。作れるかな、大きさ的にね。な、まずは、こっちからだな。多分ね、ここに、感圧板置くのがね、正しいやつでしょ。ほんで、やべ、めんどくせえ、ここらへん。こうでしょ、これ、コンパレーターでしょ。こうして、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 こうして。あ、ぶっちゃけ、これでもいけるんだな。こうして、こうして、こうして。部屋の隅にはなっちゃうけど、どうなんだろう、これは。いや、逆の方がいいのかな、方角的にね。ちょっと待って。いいアイディアがなんか降ってきそうだ。こうして、こうして、こうして。やばいやばい、夜だ、夜。おやすみ。あ、いいこと思いついた。よし、行くぜ、行くぜ。いいもんができそうだ。さっきまでの方法を考え直して、ここにドロッパーを設置。そして、ここは羊毛でしょう。んで、ペット壊して、で、これこうする。で、こうしたらいいんじゃねえのかな、多分ね。どうだ、どうだろう。これ、いいんじゃない。あとは、ここポッてやれば、あ、来たね。これ一番遅くていいか。あとはこんな感じで、完璧じゃないか。このシステム覚えた覚えた。来たねー。よし、ちょっと他のところにもつけてくるぞ。ちょっと、一番掃除で待っててね。はい、工事開始しまーす。こう、こう。あー、疲れたー。やばい、まだまだあるなー。頑張るぞ。な、ちょっとここもね、工事させていただきましょう。ちょっと今はね、立ち入り禁止。な、ちょっとここもね、ちょっと、まずは一旦ね、きれいにさせていただきます。よいしょ。いいね。まだだわ。あとどこだろう、一番下かな、ここかな。あー、ここだね。な、ちょっと待っててください。あ、やべべべ、まず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 、どんだけ時間経ってんだよ今日は。おやすみ。ではですね、ちょっと種とかを持ってきていろいろ試してみましょう。種はね、地下の方にあるんだっけな。昔のね、収穫機のどっかにね、あった気はするんだけど、
あれ、ぜ、あー、あるあるあるわ。まずは人参だな。あれ、種系ないなぁ。んな、じゃがいもがこっちの方にあるかなぁ。あるあるある、ラッキーラッキー。あとは小麦の種だよな。この箱か。あった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 、やった。ほな、ちょっとね、仕掛けていきますか。では、まず一番上の、うおー、ていうか、人参あげなくてももうできてるわな、なんかな。でもね、何が起こるかわかりませんからね。人参ね、2スタック君にあげましょう。さあ、そして次ですね。よいしょ、よいしょ。さあ、飛び出るがよい。そして君にはね、じゃがいも職人になっていただこう。頼んだぞ。あれ？あ、植えてますね。あ、ていうか、それ以前に、人参植えて、これまずいかもしれないから、これだけと買っておこう。な、次は小麦職人か。どうもどうもどうも、どうもどうも、こんにちは。ほい。ほんで、あなたは、小麦職人ですと。よろしく頼んだぜ。うまくいくかなぁ。ここにもまだ人いたっけなぁ。よいしょ。どう？あ、来ましたね。植えさかってますわ。な、ここも、一瞬、ペット壊して、ここも小麦でいきましょう、小麦で。あ、ちょっと待って待って待って、早いわ、ちょっと行くの。あ、でも、自分で買って、自分で植えちゃってるわ。サンキューな、サンキューな。はい、とまーっていうか、早いなー。完璧じゃないかー。はい、とまー、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いやー、これでですね、ほぼ完全自動化はできましたね。ちゃんと自分でですね、種を回収して、巻いていくようなシステムができましたと。これからですね、多分いっぱい農作物ができるから、いっぱい回収していっぱい交易していきたいなと思います。それでは本日はこんなところで、また次回皆さんお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。